262ページ廃藩置県1政府は戊辰戦争で没収した旧幕府領のうち幼稚を府その他を県としたが藩では各大名が統治する体制が従来のまま存続していた政府は残された藩も直接統治するため木戸孝義大久保利通が画策し1869年 薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前藩に領地や領民を朝廷へ返す藩籍奉還をさせると、多くの藩がこれに続いた。そして政府はすべての藩に藩籍奉還をさせると、旧大名には、国高の代わりに年貢収入の十分の一に当たる火力を与え、旧領地の地藩時に任命して藩政に当たらせた。こうして、 藩主の家禄と藩財政とは分離されたが、旧大名は実質的に温存され、朝鮮と軍事はこれまでどおり藩に属していた。政府は限られた直轄地から年貢徴収を厳しく行ったため、一揆が各地で続発し、藩でも江戸時代と変わらない朝鮮に、民衆の不満が高まった。さらに、騎兵隊をはじめとする、徴収藩の所帯は、 藩の軍事力再編成に反対し、武力で鎮圧された。1871年、政府は藩を廃止し、統一を行うため、薩摩藩、長州藩、土佐藩から御神兵を募って、軍事力を強化し、廃藩治験を行った。すべての藩は廃止されて、府県となり、地藩時は罷免され、東京居住を命じられ、 中央政府から派遣された府知事、県令が地方行政に当たった。中央政府の組織の整備も進められ、反席奉還後は、打上官制は改められ、大法領の形式を採用して、打上官の上に人義官を置き、打上官のもとに各省を置く制度となった。廃藩治験後は、打上官を、最高政治機関の船員、立法諮問機関のサイン、 行政諮問機関の委員の参院制とし、成員のもとに各省を置く制度へ改めた。新政府内では、三条実富や岩倉智三ら少数の公家と、薩摩藩、長州藩を中心に、土佐藩、肥前藩を加えた四藩の実力者たちが、養殖を独占し、後に藩閥政府と呼ばれた。薩摩藩からは西郷隆盛、大久保利通、黒田清隆。 長州藩からは木戸孝義、伊藤博文、井上薫、山形有友。土佐藩からは板垣大輔、後藤翔次郎、佐々木高之。肥前藩からは大熊重信、大木加藤、添島種臣、江藤新平が養殖についた。